炊き始めたのが19歳ぐらいで、うん、でそれからあの、まあ、参考室、昔の参考室ですね、支援センターで、あの1年半習って卒業したのが22ぐらいのところなんで、それからもう5年後ぐらいにはこの斜めの変形してるパターンのをもう作ってましたね。人ができないことをしたいというような、そういう気持ちがかなり強かったんで、だからやっぱりあっと驚くようなことは若かったんで、そういう気持ちがかなり強かったですね。あの最初から上手な人もいないし、誰でも可能性があるわけだから、一度チャレンジすることには別に問題はないと思うので、ただ夢見たことをこうチャレンジしないで諦めるかいよりは、やるだけやってダメだったと思ったのが悔いが残らないと思うんで、もし万が一ダメな時でも、それは今でもそう思ってますけどね。朝早く時間を集中して3時間ぐらい作業すると、一日の流れが良くなるんで、なるべくこうリズムを早めに作って早めにやめ、もう夕方には仕事やめるような感じで、今まではこう竹ったらガルみたいな、そういう道具みたいなイメージがかなり強くて、それから最近は技術工芸品みたいな感じになってきたんで、もう自分自身はそれをアートの世界にこう持てったと言われるような人間でありたいですね。